初セミを聞いております。梅雨明けと同時にセミって鳴くんですね。こんにちは、犬です。今日はこちらの紹介をしようと思います。紹介というか宣言ですね。私は昔から眉毛だけは濃くて抜いたり切ったりカットしたりしてたんですけど、この年になって、まあ、アラカンと言ってもいいかもしれないですけど、でもアラフィフからそうですね、半分過ぎるぐらいから急に眉毛が薄くなりまして、それまでは眉毛が濃くて眉尻だけを足すっていうことをしてたんですけど、そういうわけにいかなくなって、でもうこれはもしかしたらアイブロウペンシルのアレルギーかなとか考えるほどなんか急にいなくなってきて、でブランドとしては資生堂ばかりを使ってたんですけれども、やっぱり少し安価なアイブロウペンシルを使ってるせいかなとか思ったんですが、よくよく考えてみたら、私の祖母、父方の祖母が晩年眉毛がほぼなくなっていたのを思い出して、でこれは遺伝だなと思い始めまして、私は本当にね、父親にで、性格も何もかも顔も父親そっくりで、でその父がまたその母、私の祖母にそっくりだったので、もう私は祖母のようなおばあちゃんになるなということを感じておりまして、でその祖母が眉毛がほとんどなくなっていたので、まあ、これだなと思い始めて、でアレルギーではないと考えて、じゃあ自分なりの対処法を考えようと思って買ってきたのがスカルプ D 系列のこの美容液ですね。まずはどうだろう、で今こんな感じっていうのをちょっとここら辺に出しときますけれども、もうこれからちょっと頑張ろうと思っております。いろいろメーカーが出していて、スカルプ D は2000円弱、税込みで1700いくらかなぐらいなので、そんなに高いということはないんですよね。有名メーカーのなんだっけ、どっかはまたちょっとどっかに出しておきますけれども、そこだと5000円から9000円ぐらいするんですね。定価が9000円いくらかで、で Amazon で買うと5000円ぐらいかに値段が下がっているのかしらね、量が少ないのかなっていうのもあるんですけれども、まあ、まずはこの手の出しやすいここで始めてみようということで買ってきました。でついでにまつげはもともと少ない方なんですよ。少ないというか特に長くもないし多くもないし、でもともと一重なので、そのまぶたの下に入ってしまいっていうか、あのそんなにビューラーで上げてもそんなに目立たないんですけども、まあちょっと美容液で少し増えるならということで買ってみました。で年とともに、年齢とともに、まつげもこの少ない、まつもともと少ないまつげもさらに多少少なくなってきたので、この際2つ一緒に頑張ろうと思ってちょっと始める決意をしました。今後そうですね、どういう風になってあの推移しているかをまた YouTube で発表したいと思います。ご報告させていただきたいと思います。でこれ買ってきたばっかりなんですけど、ね、渡辺直美ちゃんの宣伝のなんかスカルプ D のコーナーがあって、いろいろあるんですよ。まつげ眉毛だけでなくマスカラとかそういうのも売ってたんですけど、使用のポイント、朝晩2回の使用がおすすめ、スキンケアの最後に OKOK、ピンポイント1、狙ったところに塗れる細筆採用 OK、 ピンポイント2、うっすら色づき、あこれアットコスメにもありますね、色がつくって、塗ったところが一目でわかる、乾くと
色は消えます。なるほど。で、使用方法、筆で適量を取り、眉毛をケアしたい部分に塗布してください。乾いてからメイクなどを行ってください。おう、なんだ、メイクできるんだ。安心のメイドインジャパンですね。オッケーオッケー。こんな感じですね。なるほどなるほど。スカルプ D って男性の増毛剤の有名なメーカーですね。よく聞きますよね。だからこのブランドを買ってみました。安心のというか信頼のというか。なるほどなるほど。こんな感じになってるんですね。おお、細い細い細い。こんな感じ。なるほど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 。なんか少なそうな。アットコスメでもなんか少ないって書いてあったんですけど、どれだけ持つんでしょうね。わかんないですね。はい、頑張ってみます。次にこちらも開けてみましょう。まつげ、朝晩2回の使用がおすすめ。うん、同じですね。洗顔後スキンケアの一番最初に。うん、さっきのはスキンケアの最後に。うん、これは洗顔後スキンケアの一番最初に。なるほど。生え際はもちろん、まつげの生え際にもたっぷり塗って美しいまつげを保つために毎日の使用をおすすめします。使用方法、目に入らないよう十分注意しながら、上下のまつげの生え際とまつげ全体にこすらないように優しく塗布してください。わかりました。まつげエクステ、まつげパーマも OK。 私ね、つけまつげしてるんですけど、年齢とともにまぶた引っ張るでしょ、取るときに。なのであまり良くないかなと思って、将来的にはまつげを増やしてパーマをするのが一番かなとか考えてるんですけど、ね、さっきこんな感じですね。こっちは細くて、こっちはもしかしてどうなんだろう。こんな感じですね。よいしょ。なんかリップグロスみたいな感じの素材ですね。これをつけると。洗顔後スキンケアの一番最初に、朝晩2回の使用が おすすめ。なるほどね。じゃあ今日の晩から始めましょう。頑張ろうと思います。ということで、今日は買ってきたスカルプ D のまつげ美容液と眉毛美容液のオープニングの動画でございました。ちなみに今の私のメイクの感じがこんな感じなんですよね。眉毛で、まつげはアイラインと、アイライン、粘膜にアイラインをして、で目尻にリキッドのアイライナーをして、でビューラーで上げてマスカラをつけるということでいます。今日は、で今まではつけまつげをしていました。でそのつけまつげの材料をちょっとご覧に入れます。とこれが私のメイク道具ですね。入れ物入れてます。それも会社から帰ってくると、つけまつげを取ります。でもしかしたら水などで湿らせて取る方がまぶたのためにいいのかもしれないですけども、ビーって取っちゃいますね。こんな感じでなってますね。でまだのりがついたままなので、ちょっと取りますね。でこんな風に綺麗に取れるのはちょっとね、ある
やり方があるのでございます。これね、近くでやりましょうか。こんな感じで、こんな感じで、で朝どうやってまつげをつけるかというと、まずベースを、もうこれもうちょっと待ってね、持ってきます。つけまつげはこのシリーズを使ってます。1200円で2セット入っているので、エクステするよりもこれを頻繁に使ってた方が費用的にはいいので、で私もつけまつげをつけるのにもう慣れてしまって、エクステの便利さには勝てないですけど、もう相当早くつけることができるようになったので、もうこれにしていました。このシリーズ DUP のグルーがこれですよね。 DUP のグルー、これが非常にいいんですけど、いかんせんさっきのようにピーって取れないんですよ。今の取れるのかな、なんか恐ろしくてやらないんですけど。なので前の日、前日の夜にこれを薄く乗っけて、でこれはどこに、どのシリーズかというと、このシリーズのこれなんですよ。このつけまつげは使わないです、もう。で前はこれだけを売ってたので、こればっかり買ってたんですけど、最近これだけのパッケージを売らなくなったので、なんか120円ぐらいで売ってるんですよね、これだけだと。でこれだと300いくらかになっちゃうんですけども、しょうがないんで、これが本当にいいので、後で乾いたらピーって剥がれるので、もうこれがいいので、なのでまずこれ、これですね。だからもうほとんどなくなってるんですけど、これをその前日につけておいて、で乾かして寝ると。で朝取り出してこれを塗って、まあ3秒ぐらい待って、まぶたにつけると、そういったことをしていたのですが、まあ最初に申し上げたように、ちょっとまぶたにそろそろよろしくないので、まあつけまつげはやめて、まつげの増毛をして、まあまつげパーマに移行したいなと、というと思っているので、これで頑張ろうと、そういった次第でございます。これもね、結構自然なのでいいんですけど、自然とはいえ地まつげに比べれば自然な感じではないので、なるべく、まあ、地まつげの方がいいかなといったところです。ということで、今まではつけまつげだけれども、今後はこちらで、目元の毛の毛のっていうとなんか下品に聞こえるかね、毛の育成をして自然に行きたいなと考えています。あともう一個、程度のマキアージュを使っておりまして、これですね、これがついてるやつね。眉毛はこれです。ただやっぱり今はすごいガンガンに描いてるので減りも多いです。はい、ということで